こんにちは、ネモです。パワプロアプリやっていきます。今回は、ダイヤルエースのアクト2コラボの雑談ですね。やっていきたいと思います。で、新たにいろんな新情報が出たようですので、ちょっと口頭ベースにはなるんですが、ここで皆さんと雑談できればいいかなと思います。よろしくお願いいたします。で、まず、アプリのお知らせの方に、カウントダウンキャンペーンというのがやってまいりましたね。で、いつもの選べるログインボーナスアイテムをもらえるやつですと。いう話と、あとは原作コミックが2巻分無料、5巻分チケット化キャンペーンを実施中ということで、無料で何話か読むことができますよという話が来ております。で、大事なのが、このマガジンポケットさんというところが、青銅高校の新たなシステムの画像や話を少し出しているということで、ちょっとまだアプリの方に来てないので、出していいかわかんないので、まあ、口頭ベースでその辺話できればいいかなと思います。で、その時にいろいろ分かったのが、まず、新キャラの奥村くんとユイですね。で、奥村に関しては、得意練習が肩と守備になるようです。なので、そうちゃんと同じ得意練習かなになります。で、まあ、そこら辺と、あとは、練習に来てないダイヤのエースのキャラたちが、練習をバックアップしてくれますと。で、いろんな得点を増やしてくれたりとか、あとはそのキャラたちを使いながら新たなコマンド、青銅魂を使った新たなコマンドでチームメイト評価を上げたりとか、自分の能力に応じて経験点をもらえたりとか、まあ、そんなことが可能になるようです。なので、まあ、本当にいろんな青銅キャラを連れて青銅高校でサクセスするのが大事になってくるのかなという印象がございます。で、まあ、それプラス、あとは、まあ、奥村くん、ゆい、そして他のダイヤのエースキャラたちが別バージョンで来そうですと。これまだ確定情報じゃないんですけど、そのマガジンポケットさんのイラストで、この4キャラですね。沢村、古谷、みゆき、そして、はるいちと。この4キャラが新しいイラスト来ているので、別バージョンが出るんじゃないかという噂ですね。で、この4キャラに関しては、もともとスペックはそんなに低くはないんですけど、どうしてもこう、昔のテーブルというところでなかなか使われる場面が少なかったかなというふうに思います。まあ、特にみゆきなんかはね、こう、強化が入って、まあ、対左も取れるようになったりとか、まあ、普通に使えるレベルにはなったと思うんですけど、しかしまだまだその第一線級のキャラと比べるとどうかなっていうのはありましたが、まあ、別バージョンが来るということになればね、また新たな展開が生まれるのかなというふうに思っているので、まあ、元々のスペックだけ見ておくと、沢村に関してはスペシャルタックがめちゃめちゃ高いけど、初期評価が45の開始のテーブルですね。なのでタック組めるのが本当にセクション3以降、になることが非常に多かったかなというふうに思います。で、筋力モナトイヤル気効果の固有を持っていて、ピンチ、怪我しにくさ、リリース投資、クロスファイヤー、タモシと。で、コツに関しては結構こう、取りにくいコツ、クロスファイヤーとかタモシとかね、あるので、まあそういったところで結構有用だったかなというのと、フルヤーですね。フルヤーはその青銅高校のダイヤのエース PSR ガチャ券おまけ付きガチャで当てたと思います。で、フルヤに関しては、伸び、重い球、尻上がり、脱三振、ポーカーフェイス。まあ、この辺が、もらえるコツとしてはありましたと。で、まあ、勝負をする形にはなるんですけど、勝てば、街道が確定で手に入っていました。で、今はね、新街道とかの虹金徳もあるので、そういった意味では、金徳さえ変わらず、まあ、テーブルがより良いものになれば、フルヤも使っていけるのかなという感じです。ただ、フルヤに関しては、もともとテーブルが良くて、まあ、練習効果 10%、筋力モナで、初強化が高いテーブルということで、普通にこのままでも使えないことはないと思います。ただ、やっぱりもう一皮、まあ、固有がついたりとか、まあ、特能がちょっと一新されたりとか、あとは金徳の取得の仕方でしたね。この辺がもうちょっと安定感あるものになれば、よりこう使いやすくはなるかなというふうに思います。今は結構急速キャラ強いキャラクター多いので、タツヤとか、あとは、まあ、ロディとかもそうですし、こう2種連で強いキャラが多いので、まあ、使うんであれば、やっぱもう一皮、向けてほしいな、というのが、正直はありますね。そして、ちょっと PR で申し訳ないんですけど、みゆきと。
え、みゆき先輩は SR、春市もいたと思うんですけど、多分昔ミキサーしていて、もう残っていなかったという感じの状況になっています。で、チャンス、キャッチャー、送球、意外性。で、テーブルに関しては、コツテーブルですね。コツイベントボーナス系がたくさん入ってくるテーブルになってました。で、みゆき先輩に関しては、固有なしですね。で、まあ、みゆきに関しては、強化1回入って、普通に使えるレベルにはなっているので、まあ、別バーのテーブルがどういう形になるかわかりませんが、まあ、普通に使えるキャラになるんじゃないかなと思います。やっぱりキャッチャー育成が、今回の聖堂高校ではテーマになっていそうな気はするので、まあ、みゆき、そして奥村ゆい、この辺をしっかりと組み込んで、新球界の頭脳、そして、まあ、多分、ささやきとか、この辺の特殊能力を手に入れながら、こう、いろんなキャラクター、いろんなキャッチャーを育成していくような形になるのかなと、個人的には勝手に思ってます。もしかしたら全然違う話になるかもしれませんし、その野手とかね、投手とかね、こう、作りやすい高校になる可能性もあるので、今のところはただの妄想ベースだと思っていただければいいかなという感じですね。そして、春一ですね。で、春一に関しては、もともとコツはいいものを持ってます。チャンス、阿部比、固め打ち、バント、チャンスメーカー、代打と。固め打ちと代打は、直取りしてあげて、あとはチャンス、阿部比、バント、チャンスメーカー。この辺をもらえれば、普通に強いですね。っていう話と、春一に関しても、初期評価はそこそこ高いテーブルで、そこそこというか、普通に高いテーブル、ホモテーブルですね。で、練習効果が5時になると 10% つくテーブルかな。と、フリアと同じテーブルで技術ボナー持ちだと思われます。で、アンダ製造機と、あとは、鶴瓶打ちですか、が、ニコ取りできるキャラっていう形になっていて、普通に今でも強いと思いますし、SR、PSR さえいれば僕も使ってみたいなっていうキャラではあります。ただ、まあ、混ぜちゃっている、まあ、混ぜちゃっていそうなので、まあ、今回ね、また別バージョンが来た時に弾けたらいいなぁなんて思っております。まあ、このキャラたちもね、しっかり使っていけば、普通に強い選手作れると思いますし、まあ、聖堂高校だけではなくてね、他校で活躍できそうなスペックになるんじゃないのかなと思っているので、非常に楽しみです。で、今、最前線の野手高校、フリート高校に関しては、別にコラボの縛りとかはないはずなので、まあ、本当に、こう、春市もそうですし、この4キャラの別バージョン、そしてゆい、奥村には非常に期待したいかなと思います。あと、キャッチャーの方はね、こう、やっぱり条件が、まあ、例えば、肩とか、補給。まあ、この辺が絡んでくるようだと、ひじちゃんとかもまた使いやすくなるでしょうし、こう、いろんな展開がね、また生まれると思います。なので、非常に、こう、今回の、まあ、特にキャッチャー勢は期待したいかなと思ってます。もちろん沢村とかもね、スタミナ変化とかになれば、マントルでね、また、違った展開を生み出せる可能性もありますし、ウリアに関しても、まあ、急速、まあ、さすがにスタミナとかないか。まあ、イメージないですもんね。なので、フレアに関しては多分急速だけでしょう、別バージョンになってもね。っていう勝手な予想だけはしておきます。で、まあ、その場合は、やっぱり、その、街道と、なんか、ニコ取りとかだと、まあ、使う方、相当増えるのかな、という気はしております。で、まあ、そこさえ入ってくればね、僕もいろんな試したい構成とかはあるので、まあ、その辺を期待したいですね。で、みゆきに関しては、まあ、まあ、守備そのままでもいいですし、やっぱ、肩守備とかで固められると、まあ、キャッチャーに関しては非常にいいので、まあ、肩守備とかになってくれるといいな。まあ、よく言えば、守備メンタルとかになってくると一番最高かな。という感じと、ハルイチに関しては、やっぱり打撃守備。まあ、これ両方つけてもおかしくないキャラだと思うので、やっぱり2種類にね、偏ってくれると、まあ、こういったキャラクターたちはまた輝いていけるのかな、なんて思っています。もしくは、金徳ニコドリ、まあ、上限、この辺で補っていくような形になるのかな、というふうには思います。で、聖堂高校に関しては、まあ、過去、こう、やっぱり彼女を連れていけないとか、女性キャラを連れていけないっていうところで、相当こう、ディスアドバンテージが強かったかな、という印象はあります。ただ、今回の、こう、アクト2コラボで、キャッチャーが、まあ、かなり強そうな印象と、他の野手、投手も試して、まあ、強い選手が作れる可能性っていうのは全然あると思うので、まあ、非常に期待して待ちたいかなと思います。あと、気になる開始時期なんですけど、まあ、10月の9日ぐらいだろうと。10月の9日の3時にこのカウントダウンキャンペーンが終わるので、まあ、その辺になるのかなというところと、あとは、放送キャンペーンで SR ガチャ券が、もらえるようですので、もしこれを狙っていきたいという方は、ぜひ、こちらのデータ放送のミニゲームに参加されるといいのかなという感じです。僕も参加したいんですけど、
この放送日とかにね、参加できるかどうかそもそもわからないっていうところもあるので、まあ、その辺はちょっと自分でもチェックしてまたやっていけたらいいかなという感じです。ぜひぜひ皆様の聖堂コラボに期待すること、こういう感じになったらいいなといろんなことをコメントでいただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名を書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。